高橋、ピヨピヨ、ピヨピヨです。はい、愛の戦士ですね。はい、そういうことでですね、あの山火事っていうのが、なんかもう世界中で、まあ、山火事、まあ、だけじゃなくてですね、あと、まあ、あれですよね、なんです、太陽光パネル。太陽光パネルがまあどんどんぶっ壊れてるっていう、まあ全部壊れてほしいですね、早くね、さっさとね、だからね、あんな山にですね、あんな作ったってこう雨が降るわけでね、自然に壊れますよね、うん、そんなことね、だってなんかでね、バリアーとかでね、あ、バリアー、バリアーってよく出てくるじゃないですか。バリアーですよ。それはもうずっと私相当前から考えてんですけどね、バリアー、バリアーを作れれば、バリアーって どういう意味なんだろうな、ちょっと後で調べてみますけどね、傘いらないですね。傘ってすごい原始的じゃないですか、うん、だからそういうのってできないのかなってこうずっと相当はるか昔から思ってますけども、はい、まあ、できないですよね、なかなか。できないのか、まあ、できてると思うんですけど、できるような気がするんですけどね、まあ、隠蔽されてるのか分かりませんけどね。まあ、本当にですね、もう、本当にいろんな情報がですね、まだまだですね、まだ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 隠されてるんですよ。隠されてるんですよ、いろんな情報がですね。はい、で今日はですね、山火事の原因ということでですね、うん、まあ、あとビル・ゲイツのね、なんかスーパーがなんかね、あれっていう。でね、あの2箇所あれしたのかな、うん、私が見てる中ではね、もうね、全部ぶっ壊してほしいですね、早くね、うん、この支配者のね、うん、まあ、全部ですけどね、あのね、本当にね、うん、アマゾンとかね、楽天はね、壊れないですよね。うん、てか、あの人はどうなるんでしょうね。うん、従業員の方だって嫌じゃないですかね、うん。嫌じゃないですか、そんな人がね、やってたらね、本当に。そういうことでですね、こう、いくらね、もう、鈍感な人だって、でもですね、これだけ騒いでればですね、うん、これだけ騒いでればですね、さすがになんかには気がつくと思うんですけどね、うん、そういうことでね、いかがでしょうかね、いろいろ起きてるわけですよね、いろいろ起きてるっていうかですね、まあ、10年前と今とは違うわけですね、どん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 何かが変わっていくわけですね。常識なんてものはないわけですよね。ということですね。もう言いたいことだらけなんです。お、喋り始めるといっぱい出てくる。山火事ね。だから、これひどいですね。それからですね、もう一個、分けると大変なんで、コオロギのパンっていう、コオロギのパンね、この昆虫食のですね、昆虫食のあれも何回か喋ってると思うんですけども、まあまあそれどころじゃないっていう感じでですね、うん、まあ、食料危機は起きませんよっていうのは私2回ぐらい喋ってるんですけど、起きないですね、うん、もともとの農家さんってありますよね、農家さん、農家の方の時点でもう相当食べ物捨ててるらしいですね。これ言ってたんですよ、昨日かな、一昨日かな、海部さんっていう集合意識さんですね、集合意識さんのチャンネルで言ってたんですよ。農家自体でだからもう流通された後も捨てますけど、あと家庭でも捨てますよね、もうすべての段階で捨てるわけですよ、食べ物ですね。うん、だから、
おかしいんですよね。それと、どうしてこう捨てちゃうものをですね、人にあげることはできないのかっていうですね、このお金っていうものが邪魔してますよっていうですね、お金っていうものがないと食べ物を受け取れない。だからこれがですね、所有という概念、所有の概念、所有の概念ですね、もう長いこと言ってますね、所有の概念、これによってですね、本当に困ってる人に食べ物をあげれないわけですよね。お金っていうものが邪魔してんですよね。そういうことでですね、空気中から好きなものを取り出すっていうページですね。それから人工地震と気象兵器、雲を作る機械っていうのは私も何回も言ってきてんですけども、これもみんな知らない人は知らないですよね。だから、今バックアップを取ったんですけど、ツイッターの、これも長い間消えてないので、消えることはないと思うんですけど、一応消えちゃうといけないんで、ツイッターの結構すぐ消えますからね。FC2 に今移しましたんで、消えなければね、そのままツイッターで見れればいいと思いますけどね。私のページに誰も見ないのでですね、もうアクセス全然ないですからね。ただ載ってればいいかなと思ってですね。そんな感じでですね。だからサハラ砂漠ってあるじゃないですか。そういう動画が出てんですよ。なんか見てないですけども、サハラ砂漠を緑化したらっていう動画が出てんですよ。だからできるんですよね、その機械をね。その機械で雲をどんどん作ればいいんだから、すごい勢いでね、雲を作れるんですよ。ものすごいスピードですよ、あれ。だからこれもですね、物質化ってことですね。水と、雲と、水蒸気、水と水蒸気、雲とですね、氷は全部一緒なものですよね。水ですよね。だから物質をですね、変化させることはできるってことなんですね。これをですね、これもう一回取らないといけないですね。その超能力のページですね。超能力のページをもうここの、ひな形にですね、もう書きましたので、書きましたのでね、で、そこにどんどん足していきたいと思いますのでですね、なんか出てくればですね、で、古代からっていうか昔からですね、本当に何回も言ってますけど、空気中から物を取り出せる人っているわけですよ。いるんですよ、これ。もういるんだよ。本当本とか読んでても出てくるんですよ、これ。出てくるんですよ。それ知ってたんですよ、私ね。もうそれ何回も入れときたいんですけども。別に珍しいことでも何でもなくて、普通のことなんですよ。そんなことあるわけないじゃんって言ってる人はやばいんですよ。やばいの、この。そんなことあるわけないじゃんっていう、もうすべてのことに対して言ってる人はね、もう本当にやばい人になるんですよ、これからね。もう情報はですね、本当に隠されてるんですよ。隠されてんの。本当のことは隠されてんですよ。隠されてるの。もう本当にね、これをですね、もうどれだけ言いたいかっていうかですね、この吹き込んでもね、これね、全然ね、本当にもう数回誰か動かしていただいててね、本当にありがたいんですけども、もうそれ以上ね、全然広がんないからね、もうどうしようもないですよね。だからもうひな形に全部書いてですね、やっぱりこの、一人でも二人でもね、あ、そういうこともあるんだなぐらいですね。あるんだなっていうかですね、思ってて、その確信に変わるまでですね、人って時間がかかるんですよね。時間がかかるんですよ、確信に。私はこれができるって思ってですね、このできるって思った瞬間、できるんですよ。だけど、自信がないんですよ、ずっと。でもそれがいつかですね、こ
まあ、自分がこう続けてったりしてですね、確信に変わる時が出てくるんですよ。だからそういうこの話について私も確信を持ってるので、確信を持ってるんです。根拠とかないんですよ。ないけど、もうそうなんですよ。もう絶対そうなの。だからそう確信してるんですよ。だからこんな強く喋るんですよ。本当なんですよ。スター・ウォーズは本当の話なんですよ。もう、毎度毎度言うね、もう入れないといけないんですけど。ということで、この動画はちょっと3本目には入れにくいので、もう一回ね、また、タイミング出て、誰が言ってたんだ、タイミングって まあ、無意識のうちに喋ると思いますけどね、もういつもそのことを考えてるので、ということで、山火事の原因とコオロギのパン、これひどいよな、本当に子供を使ってですね、これがいいものだみたいなですね、いいものだみたいな、こういうチラシを作るんですよね。その記事を見ていただきたいんですけど、あとコメントとかですね。ということで、この2つですね。まあその他ですけど、いっぱいですけども、ありがとうございました。失礼します。